ザ・チキンシリーズ。こだわり続けた味がある、熱々の美味しさ、ドイツ伝統の味エッセンフルト、日本ハムから新発売。最近軽くて美味しいビールが一つあります。麦芽 100% のネクストワン、札幌ビールから新発売。勉強はやる気と根気、そして一木のセレット、システム学習で学力アップ。一木のセレット。メイジーストレンジ、それはおとぎ話。ポカリスエットが美味しいのは体に必要だからです。イオンサプライポカリスエット。ラッパー一発ぶっ放せ、ラッパー一発ぶっ放せ、ラッパー一発ぶっ放せ。マルダイウインナー。元気だと仲がいい、新ポポン S 錠、ビタミンカルシウム配合保険剤、肉体疲労時の栄養補給にどうぞ。リング上から威嚇を続けます芦田原。さあ竹内さん、この芦田原でありますが、カーンとの一騎打ちが8月31日国技館決戦決まりましたね。この辺がですね、今後占う大きな大一番になりそうですね。まあ避けては通れない相手ですよね。そういうことになりますね。長州天竜と熱い試合をしたい、そう言っている芦田原であります。その前に立ちはだかれましたのがこの春園田、今度はお返しだ。本部席へ芦田原を打ち据えて、そして今度はスチール製の椅子だ。園田も負けていません、気遅れしてはいけません。さあ今度は鉄製のパイプの部分で打ち当てた。一歩も引くことを知りません春園田。ものすごい攻撃だ。武井さん、だいぶ歯の色が違いますね。今日は園田いいですね。いつもやっぱり歯の先制攻撃で同等痛い目やってますからね。そうですね、今日は先制必要、なかなかいい攻撃ですね。十分に屋外でのトレーニングも積みました。グランド褐色の肌芦田原、今はちょっと武さん打たせているという感じでしょうか。虎の場合ですね、相当やっぱり打たれ強い面がありますからね、ただやっぱりこの見かけ通りのダメージでやっぱりなかなか計算できませんね。そうですね。 8.31 変換決戦のカーンとの一騎打ちも決まっております。ここで負けるわけにはいきません。足がいつもですとこの辺で相手の不意をついてアッパーブローからラリアットへという殺人フルコースを出してくるんですが、今日はうまい具合に春園田が首4の字、足が腹を捉えましたリングの中央です。まあ、先ほどのこの一騎打ちの話ですが、竹内さん、はい、カーンは俺にとって組みやすい相手だと、基本的にガンガン来るから俺もガンガンいけると、そのように言ってます。タイプ的にですね、2人とも非常にそのパワフルでやっぱりラフな面持ってますからね、タイプ的には非常に似たものありますね。ただこの俺のリズムの方が速いから、このカーンのゆっくりとしたペースにはまるとダメだとも冷静な分析をしてますね。あのカーンの場合ですね、アメリカでのやっぱり試合が長いせいかね、やっぱり割とそのスロースターターといいますかね、相手の動きを見ながら自分のやっぱり作戦を組み立てていくことがありますからね。またこの芦田原、一見この褐色の肌で、丈夫そうに見えますけれども、スタミナのちょっと不安がありますもんね。そうです、今現在、はい、芦田原で一番危険なのはスタミナの問題ですね。そうですね。ですから原にとってやっぱり短期勝負を取らないとですね、なかなか勝利は見出せないんですね。はっきりと俺から仕掛けていく、このように国技館決戦 8.31 この決戦の抱負を述べておりました。試合前芦田原であります。さあちょっと打たせているという感じ、それよりこの春園田が前線している、こう申し上げた方がよろしいでしょう。
水平打ちからトラシックか、トラシックいった、精一発、足田原を倒しました。さあそして今度は飛びドンか、なんだ、何を持ってくる、フライングネックフリーカードラップ、引っ掛けるように決めました。まあこの足田原にしましてもシングルマッチばかりですからね。そうですね、ともかくやっぱタッグパートナーがいないわけですからね、全試合そのシングルで戦わなきゃならないことは非常にやっぱり戦い抜いていたハードですね。まあ、ちなみにこの試合は終盤戦です。それからこの館内のお客様も内輪で観戦ですが、非常に熱いこの、灼熱のリングが続いております。パートナーが欲しいですよね。まあ、今の原の今後考えますとね、やっぱり強力なパートナーが1人なり2人いるとですね、相当戦略的に違ってきますからね、はい、そうですね。さあちょっとこの辺でスタミナが切れたのかどうか足田原、しかしまだ目はしっかりとしています。回転中に打ち付けられました足田原、ここから本音をぶつけていくか足田原、ロンリースナイパー、その孤独の意地をぶつける、これが足田のファイトであります。さあ反撃の糸口をどこで掴むか足田原、盛んにこのトラフキックで威嚇をします。アウトローの迫力がどこで蘇るか。さあまずはパブロ、館内から大きな声援が起きました。地元であります右のパブロ、そして右のパンチ顔面に決まっています。そして今度は何を持ってくか、あーとダブルチョップを持ってきました。ラリアットいきませんね、まだいきませんね、まだいきません。チョップにしても非常に重いですね。そうですね。さあリング上は30度以上あります、灼熱地獄、両選手の背中はもう汗みどろ、汗が滴り落ちます。背中からねちっこい攻撃だ足田原、がっちりと春園田を捉えました。前半戦園田のペース、そしてここへ来て5分経過して春園田のペース、いや失礼、足田原のペースになりました。まあ、こういう熱い戦いですから、このスタミナを考えなければいけません。さあトラスキック、うかつに飛び込むとアーム台、春園田の18番が決まっています。ここまで互角ですか、竹内さん。今のところ互角ですね。園田、はい、が押し気味です ね。さあこのフロイングクロスチョップ、喉元に決まった、会場からは足田頑張るという声が飛んでいます。しかし攻めているのは春園田、さあどこで明暗が分かれるか、バックドロップ、これが突破口となるかどうか足田原、まずはバックドロップだ、そしてラリアットへの助脚かどうか、自らが飛んだ、ラリアット決まった、喉元に一発、ヒットマンラリアットカウント3が入った。足田原の左腕が上げられました。小林の場合その切り札はそのピッチャーが強くて必要がありますけどもね、はい、やっぱりこれからですねジュニアのタイトルをもっともっと防衛していくんですね、もっと別な形の必殺技もやっぱり研究していかなきゃまずいですね。いやしかし高橋さん、この試合この後頭部へのキックとかローキックとかどんどん新しい試みをしておりますね。キックは非常に新しいものになりましたね。あともう一つやはり決め技の石小林君や、そしてもちろんこのホナが後藤もやはり何かこの必殺技が欲しいという声が出ております。さあホナが今度は切り返した、余裕すごい汗です。これはスタミナのある方が勝ちますね、こうなりますとね。そうですね、こんだけプラスの量が激しいですからね。さあターザン後藤はヘッドバット攻撃でマイティ井上に繋ぎました。高谷さん、このベルトを失ってからのマイティ井上の動きはどうでしょう。やっぱりですね、井上の場合やっぱりこれからですねもう一度体重を絞り直してジュニアヘビーに戻るか、あるいはやっぱりヘビーにパワーアップさせるか、はい、まだこのシーズンちょっと迷いがありますね。そうですね、まあアジアタッグがこの浜口寺西チームに持っていかれましたので、井上としては、まあ、この中でそういった迷いがあるかもしれません。さあその迷いを切るかのように大きく飛びました。あーとエルボーいった、そしてこの後は得意のサマーソルトドロップがあるんですが、後藤に任せます。後藤との連携だ、足を押さえておいて、あこの辺はベテランらしい、あーターザン後藤の持ち味を12分に引き出している。カウント2まで行きました。小林からカウント3をすれば大きな自信になります、ターザン後藤。そのターザンを思わせるお気に入りのこのロングタイツを履きました、ターザン後藤リングに踊ります。さあそして場外へよっぷり投げた、そこへ待っていたのがマイティーの小林が飛んでまいりました。あー荒っぽい一戦になった、マイティーの上が神聖な一戦、小林を一撃だ。
館内から小林上がるという声も飛んでおります。放送席が破壊されました。激しい一戦になりました。ジュニアの4戦士飛んだり跳ねたりも大変であります。さあリング外からリング内を伺っております。小林邦明、ターザン後藤は深追いはしません。場外戦はベテランの井上に任せました。この辺の連携もいいですね。うまいですね。さあターザン後藤がちょっと被弾をしてしまいました。何を持ってくるか。小林邦明、青コーナー、維新軍のコーナーに捕まえました。井上が大きな声でこの注文をつけますが、ねちっこい攻撃を続けます。ターザン後藤捕まっております。小長がキックを浴びせます。自分が軽量だけにこのスピードとテクニックで勝負をしたい、このように言っています。小長、綺麗なドロップキックを見せました。そしてボディースラム、何を持ってくるか。ボストンクラブの体勢だ。今度は右から左にひねった、左にひねった。ターザン後藤をこらえます。これで1回転するか。ステップオーバー、完全に決まっています。いい体勢になりました。小長、相手井上が後ろから助っ人に出ます。さあ今度は新鋭同士の一戦だ。この竹内さん、新鋭同士が持ち味をフルに発揮してますね。やっぱいいファイトになってきましたね。そしてやはり指名作るのはこのマイティーのであるや小林でしょう。さあこれいった、18番のサマーソフトラップ、館内大きく巻いた。カウント1、小林で球に合った。そして速いつなぎだ、維新軍を乗せるようなクリックタッチだ。ターザン後藤につないだ。ターザン後藤がセカンドロープからヘッドバット、2回からヘッドバットが落ちてきたぞ。さあ今度は何をアピールしたのか。うっと、もう1回いった、セカンドロープからヘッドバット。小長の顔が歪んだ。カウント2、かろうじて返しました。さあそして今度は飛び道具でしょうか、何を持ってるか。あっと、バランスホールド、パワースラムでいきました。さあそして今度は飛んだ、フライングボディアタック、流れるような攻撃を作る。なかなかいいですね。いいですね。非常にいい組み立てしましたね。さあ穂永ちょっと捕まったところ、この辺の試合感だ。穂永も男だ。そして小林に任せた。しかし返す刀で小林にヘッドバット、逆に振られたぞ。小林のあっとローキック、フィッシャーマンだ、足を痛めておいて、フィッシャーマンだ、決まってしまった。ハンドクリー入った。フィッシャーマンでスープレックスホールド、今夜もうなりを上げて炸裂。まさに覆面ナンバーワンと言ってよろしいかと思います。あっとクラッシャーブラックベルトの連携だ。押し潰し、ジャイアントババたまらず出ました。まだブラックベルト、ジャイアントババのマラソン対決は見られませんが、石川が捕まっております。ここから行くのか。あっとダイビングヘッドバット、ダイビングヘッドバットも出して持っておりました。隠しロックおりました。さあジャイアントババが出てきた。しかし何をするかわからないブラックベルトですね。もういろんなものを持ってますからね。今度は至近距離から16番だ。ジャイアント馬場抑え込んだ。ロープにクラッシャーブラックベルの足がかかっています。ザ・デストロイヤーのロープという大きな声が耳に達したでしょうか。さあ今度は踏みつけ攻撃、ジャイアント馬場209センチ135キロだ。わあ奇声を上げるクラッシャーブラックベル、これはたまらない。やっと全体重を乗っけた。ジャイアント馬場も元気なところを見せております。まあ竹内さん、ジャイアント馬場石川チーム、この 8.31 の両国決戦、この2人がコンビを組みまして、あの新ブルックス組と対戦するんですよね。まあ、今日の相手では鈴田がやっぱ手強い相手ですからね。なんとか今日はやっぱチームワーク的にもいいものを見せてほしいですね。そうですね。それから次期シリーズ、このジャイアント馬場にとりましては、タイガージェットシンが3度目の来日をします。それからペノー、キャート若松も来ますからね。まあ、この辺りがですね、馬場選手とどう絡んでくるかがですね、微妙なところですね。まあ、シンは PWF を狙ってくるでしょう。キラート若松、インタータックあたりを狙ってくるかもしれません。鎌田は確かの PWF の王座を1回取ってますからね。馬場選手のその年長記録をですね、はい、防衛記録をストップしました最初の第一人者が鎌田の方ですね。確か38でジャイアント馬場の連勝記録をストップさせた男、キラー等は鎌田もやってきます。次期シリーズ、なんとかこの終盤戦を乗り切って来週から始まる次期シリーズに臨みたいところであります。全日軍
さあ石川とクラッシャーブラックウェル、ブラックウェルがね近いこの位だ、スタミナもあるぞ、あとザ・デストロイヤーとの連携、白覆面が石川のボディにめり込みました。まあこのクラッシャーブラックウェルもあれ武井さんタッグの名手ですからね。そうですね、もう AWA とですね NWA のセントリスクをかけて非常に勝てていいものを持ってますからね。さあザ・デストロイヤーとの連携が光っています。そしてエアプレーンスピンからこういった4の10のつなぎなんです。あとジャイアントの戦いいい動きだ。ザ・デストロイヤーに水平打ち一発、石川は目が回っているぞ、からあとうまく避けた、うまく避けた石川、汗が下で落ちる根性の男石川、ここを突破口にするか。さあザ・デストロイヤーを捕まえた、スモータックルか、あっと当たった、左の肩からいった、デストロイヤーの右の肩口を捉えた、そして足を十文字に掴んでサソリへのつなぎ、サソリ固め入る、体が半分返った、そしてあっとステップを回したところもクラッシャーブラックウェルだ。今度はラリアットですね、出てきますね、何をするか分かりません、このクラッシャーブラックウェル。おっと今度はザ・デストロイヤーが足をフックするところをジャイアントババが出た、両ヘビー級のブラックウェルとババが非常にいいところでスクットに入っています。さあリング上石川とザ・デストロイヤー、もう一回行くのか、エアプレンスピアのそのまま、そのままそのまま場外へ落ちた、そのまま場外へ領有落ちた。さあババとブラックウェルの動きにも注目、ブラックウェルとババの動きにも注目。さあ場外はザ・デストロイヤーと石川隆だ。さあデストロイヤーが一足早く上がるか、ババが蹴った、ババが蹴った16番、さあどうだ、試合の権利があるのはこの2人、カウントが進む、あと石川が上がってくること、今度はうわっと肩口からいった、上がれませんでしたね竹内さん、まあ、どちらも反則一つずつですからね、これはやっぱりしょうがないですね。さあその反則の無視だ、ジャイアントババとブラックウェルが相対する青いコーナーでこのメガトン対決が見られる。ジャイアントババがチョップを出せばクラッシャーブラックウェルはパンチを繰り出す、部活に距離を取ってはいけません、押しつぶし攻撃があります、両雄にらみ合っておりますリング上。VO アメリカンで今日もアジアの夜は更ける、サントリーブランデー VO1000 円で新発売。考えてないようでみんなそれぞれ自分のペースで頑張ってるんだよね。マイペースマイペース、君にプラスの大審判。16歳の日、飲みたかったポカリスエットボトル新発売。時間うまいから出なくない、打ってやる、ワン、ア、トゥ、ロー、誰でもいきなり打てる50音配列、キャノンのワープロ、ワードボーイ、新発売。で、しぼこは？はい、乳製炭酸化弾薬1本に絞ります。おお。あら、大穴だね。学園はもうここまで乳製炭酸化した。国の宝物、宝焼酎純15度、面白ボトルで新登場。試合に成立しまして日本テレビより医療チームに花沢の同点でございます。勝負の方は45分の一本勝負セミファイナル、試合に先立ちまして日本テレビから両軍団に今花束が送られました。猛暑が襲っております長崎県の島原地方、リング上は熱風、外人軍団スティーブ・リーガン、 AWA の人気者です。まあ世界のレスラーから垂涎の的、元世界チャンピオンカーリー・レイス、まず八津義明です。大将に続いて 8.31 はザ・パンクスと対戦、相手は元世界チャンピオンハリー・レイス、世界の壁を一気に越えるかどうか長州力。いいカードになりました島原大会、試合前の入念なボディチェックであります。非常に暑さが襲っておりますので竹内さん、このボディチェックは入念に行わないといけませんね、はい、そうですね、さあ勝負の方です。
長州対ハーリーレイス、まあ、ハーリーレイスが3月に来日した時は一度手合わせを済んでるんですがテレビ放送はありませんでした。さあ大将長州力、まずは先陣を切って登場。そして相手は元 NWA 世界ヘビー級チャンピオンハーリーレイス。さあこの一騎打ちです。興味津々の組み合わせですね。竹内さん、やっぱり興味深いカードですね。まず相手を大きく持ち上げてボディースラムで切って取りました。キラッとハーリーレイスの表情が変わります。なかなか手ごわい相手という風な表情になってまいりました。元世界チャンピオンのハーリーレイス、お返しのボディースラム、高さがありました。早くもおっと攻撃に転じます。ハーリーレイスの攻撃、これが受けで立ちます。長州力、松井さん、長州力もやはりこの元 NWA 世界ヘビー級チャンピオンハーリーレイスを尊敬しているせいでしょうか、今日は胸を借りるつもりでやるんだというふうに主張な心構えでリングに現れたようですね。まあ、調子にとってですね、レースから学ぶことはいろいろ多いと思いますからね、はい、そういう面でやっぱり体の中からやっぱ何か学んでほしいですね。そうですね、 NWA の世界ヘビー級チャンピオンになること7度、それからまたアメリカにおける偉大な力、いろいろなものを長州力も知っています。学ぶところが大いにあるかと思いますが、その長州力から八津吉明、八津義明もしっかりでしょうね。当然ですね、八津にとってもですね、非常にやっぱり価値を高めますね。そうですね、世界の壁を破れるかどうかの一戦。さあプライムメアで捉えました八津義明であります。このハーリーレイスは語っておりましたけれども、今八津が戦ってますが、長州力の本名吉田光雄という名前をよく知っておりまして、まあ、吉田は非常にいいレスラーだということを断るごとに言っているようですね。まあ、そんなレースもですね、非常にやっぱ研究熱心と言いますかね、はい、目に見えないところでやっぱりそういう研究を怠ってないわけですね。そうなんですね、まあ、さすがそのあたり洞察力鋭い元 NWA の世界チャンピオンということが言えるかと思います。戦う以前から吉田光雄、長州力の実力を知っておりました。どうして竹内さん、吉田光雄という名前を知ってたんでしょうね。これはですね、おそらく日本の何か書物をですね、はい、翻訳したような形で読まなければですね、なかなかそこまでつかめなかったと思いますね。そうですね。さあ、そのハーリーレイス、今度は若手の八津吉明を早くも翻弄、左のニーパットを落としました。もう一回この打ち方がさすがに凄まじい、強弱を置いて打ちます。そして堂々とハーリーレイスからスティングリーガル、おっとすごいエルボー、まさにエルボーバットですね。もうまず正面からその眉間だったんですね。八津吉明の眉間を割りに行きました。この来日インターナショナルジュニアヘビー級のベルトは奪えませんでしたけれども、ライトヘビー級の今ベルトを持っています。このスティーブリーガル AWA に帰りましてからは防衛の旅が始まります。さあ八津吉明が非常に張り切っている今夜のリング上、大きく抱え投げを見せました。そしてスティーブリーガルを打って思い切ってドロップキックを合わせます。今夜のやつはいいですね、動きいいですね、非常にいい動き。そして大将長州力にタッチを見せます。いよいよ長州力はなるべき 8.31 両国国技館決戦におきましてザ・ファンクスとの対決が決定いたしました。今夜と同じようにこれまたザ・ファンクス、トリファンクジュニア、テリーファンともに元 NWA の世界チャンピオンであります。レースと同じように学ぶ点が多いでしょう。まあ、今年の調子を見てますとね、もう次から次へとですね、全く今まで戦ってきたことのない相手が出てきているわけですからね、もうどんどんやっぱり吸収しているいいものがあると思いますね。そしてまたやがてはこの両国決戦のカードは BW 世界タッグに発展するかもしれないカードですからね。そういうことですね、相手はスティーブ・リーガル、軽く翻弄いたします。その長州力、長州力が言っておりましたけれども、ドリーファンクジュニアとテリーファンク非常に尊敬しているということを冒頭申しました。それから2人とも現在 NWA のベルトを巻いてもおかしくない男だと、こういうふうに先ほど控え室で語りました。それほど世界ヘビー級チャンピオンのベルトが似合う男ですから ね。さあその長州力、八津吉明とタッグを組んでスティーブ・リーガルを捉えます。今度は八津に渡します。相手はスティーブ・リーガルだ。八津吉明が今夜非常にいいレスリングを見せています。フロントスープレックスを見舞いました。そのままカバーの体勢。それから先ほどメモが回りましたけれども、竹内さん、はい、来週からの放送は新シリーズなんですけれども、長州力の相手がまずジャイガージェットシントの一騎打ちですよ。これは興味深いですね。来週は豪華カードですね。シンもですね、はい、長州にとっては相当強い相手にしましたからね。そうですね、その後楽園からの開幕戦の後 8.31、両国国技館決戦ということになりますが、
この夏おそらく燃えに燃える長州力、全くこの休むことがない、もう全身全身の長州力と言えるでしょうね。やっぱり長州にとってですね、ものすごく熱くなってくる残暑でしょうね。そうですね。それから今相手にしておりますハーリーレイスも次期シリーズ後半にやってまいります。これまた非常に久しぶりの来日、キラー東亜鎌田も来日してまいりますけれども、長州力軍団もどうでしょうか。次期シリーズは外人軍団の対決非常に多くなってくるんじゃないですか。これはやっぱり多くなってくるでしょうね。ねえ、まあいろいろと交換、長州力対外人という点でいろんな、まあ、意見を言う方がいるんですけれども、長州力も相手が相手なりにやるレスリング、こういったものを心がけてくることでやりましょう。まずは 8.31 両国国技館決戦はドリーとテリーのザ・ファンクスが相手。後ほどまた時間がありましたら、この長州軍団対ザ・ファンクス戦一つ細かく分析してもらいたいと思うんですけれども、やはり貫禄の差は当然出てくるでしょうね。そうですね。それとですね、やっぱりファンクスとかありますとね、日本のファンに相当根強い人気を持ってますからね、その声援合戦の面でも相当やっぱり長州はプレッシャーをかけられるでしょうね。あ、そうでしょうね、そうでしょうね。この力と力、今の長州力とザ・ファンクスという点ではどうですか。これはですね、やっぱり上り坂の長州とですね、下り坂のファンクスですからね、その辺の接点がどの辺から出てくるかですね。あは、しかし竹内さん、レスラーというのはですね、リングの中で初めて対面してみて、何かこの今日は貫禄負けだなというような感じになるんだそうですね。もうやっぱり組んだ瞬間に飲まれたらもうそれその勝負は負けですからね、はい、さあそういう点では今夜はもう格好の相手ハリーレイスと長州力、これまた相手はもうミスタープロレス NWA の黄金時代を築いているこのハリーレイスが相手。今日の場合はどうですか、気遅れという点では気になるところありますか。今日の調子を見てますとね、意識的にですね、やっぱりその気遅れスパイスを加えていく人の意識はもうはっきりと感じられますね。あ、そうですか。さあハリーレイスのバーディカルスープレックス1本取られました。長州力反撃できません。今度は相手はスティーブリーガル、ドロップキック、非常によく相手の動きを見ています。さあサソリ固め、スコーピオンデスロック今入りました。完璧に入っておりますが、表側からハリーレイスがやってまいります。拳でガンガン突き上げて、最後は左のエルボー、アッパーカット気味に打ちました。長州力がハリーレイスを捉えています。この間に長州力が、あ、安田がハリーレイスを捉えて場外に落っこちました。リングの中スティーブ・リーガルと長州力、さあ力が今度はラリアット、力の強烈ラリアット、至近距離から打ってそのまま抑え込んで軽くカウント3、一発で決めました。今日はまな弟子安吉明の動きが非常に良かった。相手元世界チャンピオンハーリーレイスを外に落っこっておいて、この間に長州力至近距離からの力ラリアット猛爆でございます。水がすっきり気持ちよさそうですね。はい、今日ご紹介するのがこの背伸び運動座椅子なんです。あらゆる神経が集中している背骨、普段からすっきりさせておきたいものですね。そこでぶら下がり運動器を応用して作られたのがこの背伸び運動座椅子なんです。ご覧のようにぐーんと持たれるだけで体がスムーズに移動し、背筋を思いっきり伸ばしてくれるんですよ。そして反動ですぐ起き上がれ、腹筋の弱い女性やご年配の方でも OK。さらにこの指圧球付きクッションを使えば背中のツボを刺激し気分爽快、体の疲れもほぐれますね。また長時間座っていても姿勢に無理がありませんから少しも疲れません。このストッパーでお好きな角度に固定すればリクライニングソファーにもなるんですよ。色も淡いピンクと美しく、クッションもソフトで座り心地満点です。さあお値段です。本日はこの背伸び運動座椅子にレースカバーをお付けして特別価格の 16,800 円とお買い得、なお分割なら 2,560 円の7回払いです。お申し込みは大阪 06-648-1000 番、 06-648-1000 番です。お電話お待ちしています。
ー下原大会の名イベントはジャンボ鶴田天竜海対スターハンセンテキサスレッド組の対決です。まるでインターナショナルタッグ選手権を思わすような取り組みになりました。さあまずプロレス界のニューリーダー鶴田と天竜最強チームの入場。テクニックの鶴田、スタミナ闘志の天竜、いよいよ 8.31 両国国技館決戦も近づいてまいりました。対戦相手はスタンハンセン組、これは TWF 認定の世界タッグ選手権に決定。ここで一気に世界のベルトを手中にしたいジャンボ鶴田天竜チームであります。今夜の狙いもちろんスタンハンセンただ一人。試合に参加しまして日本テレビより花束の贈呈でございます。試合に先立ちましてジャンボ鶴田天竜に日本テレビから豪華な花束の贈呈。この後スタンハンセンとテキサスレッドチームが入場してまいります。たくさんのお客様が入りました。長崎県の島原の体育館でございます。さあ軽快なウエスタンミュージック、ハンセンとレッド、もちろん注目はスタンハンセン。8.31 国技館決戦はもちろんのこと、次期シリーズも前半戦の主役、ラリアット旋風が吹き荒れる現在のプロレスマット界。しかしやはり本家本元のウエスタンラリアットのパワーは桁違いの破壊力をファンの前で証明しています。このラリアット戦争にやや狂気じみたファイトで結論を出そうとするスタンハンセン。第2代 TWF 認定の世界タッグ王者として TWF 本部からこの度任命されました。そのスタンハンセン、カーベルを振り回します。ハンセンはやはり来日外人軍団のトップです。さあテキサスレッドが先に紹介されました。次回の来日はいつになるでしょうか。第2代 TWF 認定世界タッグチャンピオンスーパースタースタン・ハンセン。ハンセンの猛攻に耐えうる男天竜、一気に3本目のベルトを狙います。ジャンボ鶴田、名イベント勝負の方は60分の一本勝負でございます。さあやる気満々の鶴田相対するスタンハンセン、テキサスレッド組。まあこのシリーズ何度も何度も顔を合わせた両軍の対決。しかし竹内さんどうでしょうか、鶴田もそれから天竜のハンセンももうどうですかね、心の方は 8.31 国技館決戦に飛んでいるような感じがありますね。まあこのシリーズを飛び越してですね、当然もうそこにターゲットが絞られているでしょうね。そうですね、当然それを意識しています。さあ果たしてこのスタンハンセンのパートナーは誰になるかどうか、どうやらテッド・デビアスになるような降参が強い、そういうような周りの雰囲気でありますが、果たしてパートナーはどうでしょうか。さあまずこの対決、天竜がトップを切って出てまいりました。相手はテキサスレッドであります。さあ竹内さん、はい、今夜のテーマはやはりこの 8.31 国技館決戦に絞ってまいりたいと思いますけれども、スタンハンセンが第2代の PWF 世界タッグチャンピオンに認定された点はこれはもう何も問題ないですね。全チャンピオンですからね、これは申し分ないですね。そうですね、竹内さんズバリパートナー誰になりそうですかね。これはですね、はい、一応そのテッド・デビアスが最も有力ですけどもね、ただハンセンがですねその時に一番調子のいいものを起用すると言ってますからね、はい、土壇場で変わる可能性もまだまだあるわけですよね。しかし私ども冷静に判断したところではスタン・ハンセンのパートナーはやはりこの春に来日したあのテッド・デビアスいいような気がしますがね。まあもちろんロンバスとかですね、テキサス・レッドも候補に上がってましたけどもね、やっぱり全体的なチームワークとですね、個々の実力考えますとね、やっぱりテッド・デビアス一番最適だと思いますね。そうでしょうね、テッド・デビアス、スタン・ハンセンチームが実現した場合にはこれは強力ですね。そうですね、すごいですね、やっぱりその元ファンクスのやっぱりテッド・デビアスがですね、はい、ペリーとハンセンとこのタッグを組んだというところですね、大きな一つにドラマをまた感じますね。そういうことですね。さあ注目のスタン・ハンセン登場、相手は天竜だ。さあ3本のロープが大きく揺れました。真夏の決戦島原大会、ご存知のように今夜の会場は長崎県の島原市、もちろんあの島原の乱、そして天草四郎時貞率いる天草一騎軍によりますキリシタン弾圧の犯行など、まさにこの古い歴史を感じさせる街でございます。さあそのスタンハンセンと天竜が場外で行く窮地、再びリングの中に入ってまいりました。現在でも武家屋敷あるいはまた島原城、キリストシュートが処刑されました今村平城跡など、現在夏休みですので訪れる観光客が大変多いようでございます。さあそのスタンハンセン、相手は天竜であります。やはりそうしますと竹内さん、この王者チームを倒してベルトを狙う最も近い位置にいるのが鶴田ということが言えますか。まあ、これは日本だけにとどまらずですね、アメリカを見渡してもまず鶴田がやっぱり一番最短距離じゃないですかね。はい、
しかし先ほど勝負終わりました。長州力、八津吉明組も黙ってないでしょうね。まずかこのタイトルがですね、どういう形で変遷を加えていってもですね、はい、結局はやっぱり強いですね。目まぐるしくやっぱり王座移動というのはやっぱりつきまとうんじゃないですかね。そうでしょうね。力シリーズに来日してまいります。ザ・ファンクス、ドリーファンクジュニア、トリーファンクももちろんコンテンダーの権利は持ってるわけですよね。当然持ってますね。このあたりもどういう風に、まあ、配ってまいりますか。非常に楽しみ。それから先ほど勝負を終わりにしたハーリーレースもパートナーさえ決まればこの PWF 認定の世界タッグ狙ってこれる逸材ですからね。まして去年のクリアその日国クインクルという京都レースのパートナー出てきますからね。そうですね。それからもう一人来シリーズこのベルトの執着には非常にある執着のあるタイガージェットシンも不気味な存在ですね。ジェットシンがですね、昨日あたりとまた共闘しますね。はい、怖い存在になりますね。そうですね。PWF 世界タッグを巡るドラマどういう風に展開されますか。さあジャンボ鶴田満を持してジャンピング2パット、テキサスレッドラゴー先端、この先端を砕きます。さあ非常に仕上がりのいいジャンボ鶴田、思い切ってテキサスレッドあたりはもう軽く一周と、今日はもう控えつで問題にしてませんでした。やはりなんとかスタン反省から1本取りたい、鶴竜言葉を合わせて言っておりました。まあ勝負に勝つにはまあこのテキサスレッド狙いかもしれませんが、今日はスタンハンセンの出番を多くしてもらいたいですね。武井さん、そうですね、特にハンセンを乗り込んでリング内に引っ込んでですね、やっぱり彼のそのジャックを何が何でも掴んでみることですね。そうですね。さあテキサスレッドロープに押し付けています。鶴竜対スタンハンセンチームのこの PWF 認定の世界タッグ、選手権取れば武井さん3本目のベルトがこの鶴竜に渡されるわけですよ。しかもですね、世界と名のついたタッグですからね、はい、やっぱりインタータッグをさらに超えたいという権威がありますね。そうですね。ここでスタンハンセンにタッチ、先ほど次期シリーズザ・ファンツ来日というふうなお話をしましたけれども、竹内さん来日第1戦後楽園ホール、このスタンハンセンとテリーファンクの一騎打ち決定です。これもですねファンが待ちに待ったこのカードですね。素晴らしいカードですね。開幕戦から当たりますスタンハンセンとテリーファンク、どういう試合になるでしょう。まあ、ただですねテリーはやっぱり相当過去にこのスタンハンセンに痛い目に遭わされてますからね、はい、シリーズの開幕戦でまた大きなダメージを負うとやっぱりよく心配になりますね。そうですね。竹内さんの元には海外からテリーファンクの情報がたくさん寄せられているようですが、テリーはですね現在そのニューヨークの WWF 地区に行きましてね、はい、非常にやっぱりホットな人気を上げてますね。ほうほう、しかも連戦連勝ですからね、はい、このままやっぱり日本に行きますとねちょっと一味変わったテリーが見れるんじゃないですかね。そうですか。耳に入ったところでは何かこう悪党ファイトに転身したというような情報も入ってますね。完全なファイターになってますね。はーはー、ということはこのスターハンセンとの一騎打ちは本当に面白くなりそうですね。どうですか。かっこいいだけのテリーじゃなくてですね、はい、かっこよくて強いテリーに変わってると思いますね。なるほど。さあスタンハンセンがテリーファンクを向こうに回しまして次期シリーズ激突いたします。どういうレスリングを見せますか。まあなんとしてもテリーファンクがこのリングにカムバックしてきたのはスタンハンセンを倒すことですからね。まあ、それだけがですねテリーをもう一回リングに引きつけたわけですからね。そうですね。まあおそらく開幕戦の壮絶な一騎打ち、どういうドラマが展開されるんでありましょうか。非常に面白くなってまいりました。次期シリーズから新しいシリーズが始まります。85年決戦ダイナマイトウォーズでございます。その他タイガージェットシン、キラーブロック、そしてハーリーレースも後半に登場してまいります。さあ今夜の島原大会、スタンハンセンと再び天竜の一騎打ちになってまいりました。天竜もそれからこのジャンボ鶴田も相手がスタンハンセンでも全く物怖じしなくなりましたね。そうですね、まあ年前ぐらいから比べますとねもう大きな成長ぶりですね。本当ですね。カバーの体制はテキサスレッドであります。それから竹内さん、次期シリーズの展望もう少しお伝えしたいと思いますけど、初来日の選手が多いですね。3人ほどですね、はい、プエルトリコとアメリカの中西部あるいは南部からですね、マイティ・ジュネッティ、あるいはミゲル・ペレス・ジュニア、キム・ホーナー、この辺りが来ますね、はい、あそうですか。まああまりキャリアのない選手というふうに聞いてますけれども、この全日本プロレスのリング上にこの新風を吹き込んでくれるでしょうね。そうですね。実力未知数ですからね、どんなやっぱりその大物が飛び出していくか分かんないですね、それからザ・グレート歌舞伎も軍団構想に交わるという情報も入りましたね。まあ歌舞伎もですねここ一番やっぱり助っ人としては強力な存在ですからね、はい、それから竹内さん、新しいタイガーマスクの情報も入ってますか。タイガーマスクはですね、例の日本武道館決戦で小林邦明に敗れて以来、全く姿を消していたんですけどね、はい、どうやらジャイアント馬場選手の自宅の地下の練習場でですね、密かに秘密トレーニングを積んでたようですね。
ジャイアント馬場選手がもう誰にも見せない秘密の訓練場、そこでタイガーマスクは訓練を積んでたようですか。しかもですね、ウエイトがもうそのそうですね、3キロアップしますね、はい、今108キロですね、非常に大きな体になってますね。タイガーマスクのヘビー級転向、これまた大シリーズ、次期シリーズの、興味の的であります。さあ場外乱戦、スタンハンセン暴れまくる、鶴竜を捕まえました。さあ場外での乱戦、リングの中に入っておりますのはテキサスレッドであります。鶴竜暴れまくる、そして鶴田がスタンハンセンを捉えました。本部席に思い切って打ち付けます。さあ2回来るスタンハンセン、このスタンハンセンがこのシリーズ非常に狂気じみたラフプレーを見せるんですが、ちょっと気になりますね。そうですね、タッグマッチでもですね、終盤になりますとね、非常になんか荒っぽくなってくるんですね。何がこうさせるんでしょうか。全く不思議な行為を見せます、時折見せます狂気じみたスタンハンセンのラフプレー。さあリングの中、再びテキサスレッドと天竜であります。暑さがまたまた増してまいりました。長崎県の島原リング上はもう本当に凄まじい熱気、両軍団滝のような汗を回しての対決、島原対決であります。さあ三半戦天竜を捉えて、おっとドラップキック、さあ新幹が空を飛びます。三半戦のドロップキック、そのまま覆いかぶさった、鶴玉に合いました。60分の一本勝負の名イベント、さあ一本を争う両選手、おっとうまいタイミングでキックを合わせます。再びリングの中の勝負、鶴田が行きます、鶴竜が行きます。次期シリーズ大暴れ、3本目の黄金のベルトの期待がかかるジャンボ鶴田、ジャンピング2パット、スタンハンセンを砕いた、そしてテキサスレッドを引き込んでまいりました。さあ勝負をつけるならこのテキサスレッドだが、まずはショルダースルー、ショルダースルー、右の肘もほぼ回復、もう 90% 治っています。右の肘、さあラリアット飛び出しましたが、おっと打った後しかめっ面、打った後ちょっと苦しい表情、 90% は治ったというふうに言っておりました。右の肘、白いサポーターが痛々しいんですけれども、本人が言うほど治ってないんですかね、竹内さん。やっぱりちょっと不安がありますね。またスターハンセンが狙います。いやいや、これは 8.31 両国国技館決戦にまたまた赤信号、やはり相手の1ポイントを徹底的に狙ってまいります。三半戦です。しかしジャンボラリアット打ちましたね。治ったように見せていたんですけどね、ここでまた大事なところで反省にこのやっぱり隙を見せてしまいましたね。そうなんですね。さあ三半戦、本家本元のウエスタンラリアットはまだ見せておりません。ラリアットが一発見られましたが、ジャンボ鶴田のジャンボラリアットでした。さあ徹底的の右にの肘を狙います。テキサスレッド、かなりこの 8.31 を意識してますね。またこのですね、右肘狙われますとね、ジャンボもやっぱり危ないですね。さあ徹底して2パット、さあ大変なことになりました。右の肘90度に曲がりました、45度に曲がりました。相当痛められます。一旦は 90% 回復したというジャンボ鶴田の右の肘ですけれども、まあ、シリーズの前半戦はもう本当にこの控え室でも痛々しい表情だったんですが、今日は明るさが見られましたよね。中盤から後半にかけてですね、非常にやっぱり回復気を見せていたかに見えたんですけどもね、やっぱりまだまだですね、徹底的に狙い撃ち、スタンハンセンテキサスレッドチームであります。これだけ痛められますとどうでしょうか。 90% 治ったとは言ってましたけども、まだそうですね、まあ、試合はもうどうしても鶴田やらざるを得ないんですけれども、相当ダメージになるでしょうね。まあ、鶴田の場合ですね、この右腕やられますとね、単にラリアットが使えないということなんですね、バックドロップでも何でも全てのやっぱりこの利き腕ですからね、それから肝心な気力ですよね。そうですね、ここを狙われた時のですね、この時も姿勢に回ってるわけですからね、おっとサポーターをとうとう取ってしまいました。そしてその下に巻いております、これは湿布ですね、それをもうもぎ取ろうとするハンセンとレッド、さあ素肌に近い状態になってまいりました。ちょっと痛みをこらえての防戦、さあさあ苦しい、さあ苦しいジャンボ鶴田、しかし絶対に勝負は捨てません。レッドがまたまた力を加えます、力を加えます。鶴田苦しくなりました。鶴田相当苦しくなっています。非常に我慢強い男ですけどね、竹内さん。これ以上ダメージを深くしないうちに、やっぱり手にかかってほしいですね。そうですね。
さあここらで天竜さあ飛び込んでいくでしょう。もう我慢できない、もう我慢できない。パートナーの鶴田の右肘相当ダメージを受けておりますので、天竜が思い切って入っていきました。さあハンセン狙う、ハンセンが右の肘を狙います。もうほとんど素肌が見えてまいりました。サポーターは手首まで降りております。そしてあちょっと苦しいですね。鶴田は全く防戦一方、また場外に連れ出す。これで思い切って椅子でも当たられたらちょっと万事休すだ。あっと硬い机の上ですか。机ですね、苦しい。ゴングを持ち出しましたね、はい、おっとゴングを持ち出して今度はまたしても右の肘。さあ必要に狙います。そして赤い鉄柱、大丈夫でしょうかね武井さん。もう一つ一つ攻撃全く無駄がないですからね、危ないですね。そうですね。さあこのまま右の肘が使えなくなりますと、当然動きが止まった鶴田にウエスタンラリアットを放り込むんでしょうか。やっと天竜が間に合いました。しかしまだ右の手首を取っています。上皮口レフリーがコーナーに戻るように指示。スターハンセン後ろから思って当たります。テキサスラッドを呼び込んでまいりました。レッドとハンセン、レッドとハンセン、鶴田完全にギブアップ。リングの上でギブアップ、全く動けません。さあパートナーの天竜が今飛び込んだ。椅子を持ってさあテキサスレッドを思って打ちます。さあ今度はラリアットだ。後半の左ウエスタンラリアット天竜に猛爆。そして天竜が伸びているところ、またしても波状攻撃であります。腕の攻撃2パットも落としました。もう徹底してやります、徹底して打ちまくります。まあ格闘競技のセオリーですけれども、ここまでやらなきゃいけませんかね。武井さん勝負してますね。全く勝負をしてましたね。鶴田も全く手も足も出なくなりました。さあ上皮口レフリーが今ゴングを要請します。さあ 8-3-1 両国国技館決戦、ジャンボ鶴田天竜組対スタンハンセン組の PWF 認定の世界タッグ選手権。ちょっとこのベルトを取るのは厳しくなりつつあります。ダメージの回復の早い天竜ですけれども、ここまでめっちゃ打たれますとね。そうですね、やっぱりちょっと心配な材料ですね。そうですね。勝負の方は13分52秒、今ゴングが要請されております。どうやらスタンハンセンチームの反則が捉えたようです。鶴竜チームが反則勝ちという判定が今下っておりますが、まだ徹底して右の肘を狙います。鶴田の右の肘はもう完全に使えなくなってしまいました。そしてラリアットを受けました。ラリアットを受けました天竜も場外に送り出されてリングの中立ち名乗りを受けます。スタンハンセンテキサスレッドチームでございます。まあ心配なのは鶴田、これだけ打たれて果たしてどの程度回復して 8.31 両国国技館に乗り込むことができるか鶴田。まあ、怪我には黒い鶴田ですけれども、相当ダメージは受けてますね。そうですね、このシリーズを前半から通してね、やっぱり